こんにちは、ロリポップリップスのさなえです。最近ちょっと寒くなってきましたが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今、ちょっと深夜の1時ぐらいなんですけど、深夜になるとやっぱりちょっと寒いので、私なりに温まってみたいと思います。これを食べて温まってみたいと思います。この間ペヤングの極激辛っていうのを食べたんですけど、あれはもう本当に辛くて、今までで食べた食べ物の中で一番辛いんじゃないかぐらい辛かったんですけど、これはどうなんだろう。辛口って書いてあるんで辛いんだと思うんですけど、これを食べて温まりたいと思います。中の火薬がこういうのと、ソース、これめっちゃ辛そうじゃないですか。これはい、見てください。めちゃくちゃ辛そうじゃないですか。食べてみたいと思います。辛いんですけど、この間の極激辛よりは全然大丈夫です。ご飯のおかずでもいけそうな気がします。でも辛いですよ。一回極激辛を経験すると、もうこれは全然大丈夫ですね。チゲって書いてあるんですけど、まあ、チゲ鍋の辛さな感じです。辛いもの好きな人だったらこのぐらいは大丈夫なんじゃないでしょうか。完食しました、全然美味しくいただけました。極激辛を体験すると多分これは大丈夫だと思います。今日は涙は出ませんでしたね。皆さんもぜひ温まりたい夜には試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、フォローよろしくお願いします。